3気筒集塵機を作ってみた。ナンバー1から7。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。計画編3気筒製作図の作成。 DIY で木工を志していると集塵機は必需品です。で、製作したのがこれ、集塵機1気筒1号機です。埋め込み型ユニットを選定したので上乗せ型より収まりはスリムです。よく吸ってくれますが、管内径が 25mm なので一般掃除機の吸い込み仕事率には追いつけません。そこでユニットを増やす計画を立ててみました。集塵機3気筒2号機です。接続装置の分大きくなりましたが、上部ボックスの蓋面で H175mm です。サイクロンの配置と下段チャンバです。 VP25 で接続して吸い込み側は VP30 です。上段チャンバです。 VP25 で接続して掃除機接続側は VP30 です。テール管の蓋です。窒息して描いています。ユニットの配置です。中心は正三角形の頂点です。下段チャンバです。ユニットと干渉しない方向に接続口を向けます。下段チャンバとフィンです。上段チャンバとフィンです。上下チャンバボックスを DIY する必要がありますが、このプランで進めてみようと思います。チャンバ吸気ボックスプロトタイプの製作。チャンバボックスのプロトタイプです。上下2タイプあります。蓋裏にゴム板を貼って吸気漏れを防止します。吸気の流れをスムーズにするため補助板を貼り付けます。補助板には5度程度角度をつけています。内側はネオシールです。不要なノック穴はポリパテで埋めてヤスリがけしています。この通りに上段の吸気ボックスを製作します。既製品ボックスを加工して吸気ボックスを製作します。四角ボックスを片板の大きさで切断、接着、パテ埋めします。内部にはフィンをつけて気流を接続口に誘導します。この片板で大きさを揃えます。片板通りで切断です。裏のノック穴もパテ埋めします。ノック穴のへこみはこのように平らになります。既製品ボックスの切断加工。既製品ボックスを片板に合わせて切断します。壁になる2枚は慎重に切断します。このようにカットした部材を接着で組み立てていきます。可変の蓋止めタップは切り取ります。蓋はこのように縁を残して切断します。これで部材が揃いました。コーナーの部分を加工したら接着作業を行います。
コーナーはこのようにうまく切り離します。接着しました。蓋の縁はヒートガンで曲げています。これからこのポリパテを使ってパテ埋めします。チャンバボックスの塗装前加工。チャンバボックスに接続用の加工材を取り付けます。パテ埋めして継ぎはぎが分からなくなりました。下のコーナーには蓋止めのタップを再利用しています。VP ソケットを切断加工します。ソケットを半分に切ってニップルに接着します。そのまた外側に VP30 のソケットを切断したものを接着します。これで漏れはなくなります。若干緩めですがサイクロン側にテープ処理で接続します。チャンバボックスの養生塗装。テープ養生しています。表面はパテ埋めとペーパー掛けが終わっています。アルコールで脱脂します。この後プライマースプレーを使いますが、これで塗装が強くなります。終わりました。蓋補強板の加工から塗装用紙を剥がし、組み立て前の確認。 MDF 板にシールを貼り付けています。トリマーでカットしました。1枚は予備です。塗装完了です。塗装を持っていかれないようカッターで養生を剥がします。手間な作業ですが、こうしないとテープで塗装が剥がれてしまうことがあります。接続部は塗装によりはまりにくくなるので、このようにしています。蓋側のマスクも剥ぎ取ります。
タップにもマスクしましたが、不要だったようです。ノック部もきれいになりました。接続部分は詰まり確認のため透明の部材を使用しています。下部チャンバボックスの下にスペーサーを取り付けます。スペーサーの高さは5ミリです。サイクロン取り付け部は機密確保のためパッキンを入れています。仮組み立てをして位置関係を確認します。上段チャンバを組んで合わせてみます。位置が確認できたら次工程に移ります。チャンバボックスの組み立て位置、補強板を蓋にセットしました。蓋縁に凸凹の模様があるので間に3ミリのゴム板を入れています。ユニットと下段チャンバを組み上げてセットします。このようにしないとセットできません。フラットバーは上下ボックスのサポート用です。サポートの長さと上部の指示穴を開けるために仮付けします。この次の世代5機から蓋面に1ミリの塩ビパネルを敷いています。順次ユニットの指示ボルトを締め付けています。下段チャンバの蓋を閉じます。終わりました。上段チャンバです。接続管の位置は図面に当てて合わせています。だんだん形になってきました。受け金具です。蓋の折り返しを回避するため5ミリ厚です。これをスペーサーにしてチャンバに縫い留めます。蓋の折り返し直下でカットします。ようやくここまで来ました。次の動画は組み立ての続きと検証編になります。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。
テープ処理で吸気漏れはありません。動画は組み立て編2および検証編に続きます。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。